寺泊が日本の歴史に登場するのは神話の時代に遡ります。神武天皇から越後の国、いわゆる越後の国の開拓を命じられた天の神山の命がはるばると海路をたどり最初に上陸されたところがこの野積みの浜と言われています。男は農業、女は縁業と言われ、潮滝は主に女性の仕事でした。町の繁栄は下流階にも及びます。毎夜毎夜寺泊の料亭や茶屋のお座敷から三味線太鼓の音が響き、絶えることがなかったといいます。このお座敷から一つの芸が誕生しました。庶民の正月行事が芸儀の踊りに取り込まれ、洗練された芸能として完成したのが万歳の若水です。手綱を手にした馬方さんは自慢の孫歌で旅人の心を慰めていたのです。やがてこの孫歌は追分塾の芸儀衆によって三下がりの三味がつけられ、旅人相手の酒の席でも歌われるようになりました。